ハイ、はい、サイナー,ーこんにちはーいさあ本日も聖地になり今日も元気に生放送でお届けいたしておりますのは私天に願うと書きまして天下ことアキラとワイルドセクシーヤマピーの青井さんご賞味エピソード3でございます待って日本代表侍ジャパンどうなってんのー興味があるんだけど気になる気になる気になる死に気になるお願い見えるわお願いします見えるわさん 勝つで今もう 8, 8回裏ですよ2対 1, 1問題ない問題ないから本当に2大会ぶりの決勝にいってほしいんだけどねえ<ー>本当にねさあそんなこんなでございますが負けられない戦いがね、はい、今アメリカだよねはいアメリカでねアメリカでドジャースタジアムかなあのー、2009年イチローさんがね、はい、すごいサヨナラヒットじゃないですけど打って優勝した時の本拠地でやってます、はい だからこそ今回もやってくれると信じております、私は。ねうん、楽しい、ハラハラするね。まあ、このような勢いで日本のプロ野球シーズンが始まっても皆さん、プロ野球をにわかファンではなくて、ねはい、シーズンを通してスポーツ、サッカーであったり野球、ね、いろんな日本代表以外の、ねうん、代表戦以外のシーズンの戦いも応援してほしいなと思います。そうだね、やっぱ注目すべき選選手手とか応援している選手が 一緒に集まって代表として戦うわけだから、はいうん、やっぱりこれはね、まあ、サッカーもね日本代表楽しいですけども、はい、まあ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 そこはねまあね,まあね、えーまあ、このあとねそ,そういったあのなんだろう時事ネタではないですが、はい、タイムリーにこういった情報をお伝えしていきたいと思います、はい、皆さんもねラジオを聞きながらテレビを見ながらどっちも <laughs>。 楽しんでいたただけたらなと思っております、はい、さあ今日もなんとなく上がる「ラディオを私たちと一緒に番組盛り上げてくださるリストの皆様メッセージこちらまでよろしくお願いいたします。 メール宛先が8 6 8 f m u r u m a c o m 8 6 8 f m u r u m a c o m ファックスナンバーが098-965-4868098-965-4868そしてついついキャスキャスやっております、はい、皆さんぜひねツイッターツイッターのね、えー、動画を見る番ツイキャスで、うんえー、ライブの方でね、はい、視聴してください、はい おお待ちしております,おすさあこの放送はすさ、はいね、まじく、うん、今、はい、今を頑張っているこの企業うるま市から沖縄全域きれいをお届けいたしますテルヤビソ管理の提供でお送りしておりますよ。 さあ改めましてこんにちはシャイこんにちはシャイシャイシャイああ元気がいいどうねアマピー今の,の情報が来た<ー>来てないなあ<ー>野球野球侍ジャパンあー今球回の表、はい、アメリカの攻撃が続いております2対1でアメリカ有利リードしてますもう球回の表、はい、でもこれを抑えれば球回の裏にさようならっていうのがありますから 来ま,来ましたよ、来ましたよ 2>, 2大会ぶりの決勝に行って、ね、あの感動を再びということでもう一度ね本当,、はい、本当にそこをお願いしますよ、楽しみだな、でもね、まあうん、やっぱりスポーツマシップにのっとってね、うん、やっぱりこプレーだったり応援はしてもらいたいなと思います。 な乗ってっ取っていい人いるのやっぱりねやじ飛ばしたりっていうのが多いじゃないですか<ー>もちろんねプロは、まあ、そういったのもあるかもしれませんけれども、うん、まあ今高校野球ねありますから、ねうん、選抜春の選抜が行われてますのでそういううことかまあそういったのをね本当に高校生らしく学生らしくスポーツマンシップにのっとって大会を盛り上げてほしいなと思います。ね 沖縄はね、うん、ヤシを飛ばすところがヤシの木にヤシ飛ばすからさ <laughs> 本当にヤシの実をわっしょいって聞いたことないよピュイピュイ売れやってね <laughs> そんな人いた？ヤシ飛ばしてる,なるほど沖縄。 でね、沖縄からちょっと離島に離れるとね、ヤシガニを飛ばしてるからね。ヤシガニをガニ。結構すごいね。そう、ガヤじゃなくてヤシガニね。すごいことをね、盛り上がり度ナンバーワンですね、沖縄は。ヤギも飛ばしますヤギも飛ばしますね。すごい。矢がつくものは飛ばすんだね。ヤギいいね。でも方言でみんないいですよ。ヒジャーイジャ言うからね。はい。あ、なるほど。だから沖縄の応援はね、どこにも負けないという。そう。 プライドを持ってすぐ分かりますからね、指笛がね、指笛ね、あれはいいですよ、楽しいよね、あれね。楽しいだからこそ、この応援、山 P がいったり、マナーをしっかり守って、だけど自分たちが応援してるチームをね、もう後押しする、そう、思いっきり、本当にお前が主役かっていうぐらい、思いっきり、そうですよ、っぱ皆さん応援がパワーになって、次の一本へとつながるかもしれませんので。 素晴らしいこというそんなね応援にまつわるエトセトラ話がございましてこの間の新人戦この間って1月に終わったんですけども1月に高校新人大会というのがございましてサッカーですサッカーです私女子サッカーもね盛り上がっておりましてなんと各高校で会場が割り当てられてましてなんと前原高校は牛川高校にて会場糸満高校戦ったわけです。 そうなんですねあ、ひとまずね那覇商業かはいはいはい那覇商業戦いましたその時に学校は違えどはいねほらやっぱり中学校で一緒だった仲間とかいるわけじゃんあなるほどね前原に行った子そして串川高校に行った子って別々になるんですがその中でやっぱり応援はいやっぱ嬉しいねうん わざわざ具川高校に来てくれて応援してくれる選手がいたわけあ本当ですかそこまではなかなかねねん。これすごいなと思って沖縄の人やっぱ熱いよでね特に女子の試合だからもう女子だけの応援と思うでしょでほら男子の試合ってやっぱり応援団っているわけでしょ野球部だとかはいね男子の方ってほらなんか盛り上がりすごいじゃないそうですねでしょだから 前原高校やっぱ応援団っていうのはやっぱ具志堅高校だったので数少なかったわけなんですよで女の子の応援ばっかりがまあいってそんな「おせおせ」とか「おらおら」とか「おれおれ」みたいなその応援はなかったんですないではないんですよ女の子なのでもちろんその中に女子の試合に前原高校のサッカー部の男の子一人で本当にあの 本部席の反対側の応援する席の方から一人で応援してるわけ本当にこの男の子すごいなと思ってな,なんでだろうね、ま、まあ同じ高校前原を応援するために、うん、でも女子サッカーでしょ、はい、他のね23人で行くんだったらまだそうですね,ね分かるさ一、うん、人で応援してしかも一人で歌ってるわけ本当にすごくないこのハートすごいやばいでしょ これ友達なんでかな他の人たちはシャイなのかな隠れて応援してる周りポツぽつぽついたはずとりあえずじゃあ俺がやってみるからっていうのでそうだしかもその時ってやんぴー前原ここ負けてたわけあ<ー>だからいてもたってもいられなくなったんじゃないうん俺が応援せねばどうするかまあね本当にこの素敵な子そう名前覚えて後で、まあと、ね、で今度ね名前出していいかって確認してからはい 話はしたんですね話をしようかなと思ってああなるほどでも感動したわけ男の子一人で女子の試合に一人で応援歌歌って頑張っていいんだこれはねすごいし例えば自分たちが高校自分だったらできないかもしれないでしょ恥ずかしいし思春期だから余計にね大声を出すことなんて一人でできないそう一人っていうのはまたすごいわけ だや負けてほしくなかったんだし、てから試合、負けたお前の応援のせいじゃない、いやいや違うよ、その応援があったおかげで、点取れたやっぱりこの前原高校の女子サッカー部の皆さんも、投手に火がついたと思いますよ、本当にもうね、すごいやっぱりね、応援っていうのは、もう本当に少なからず、みんなの力、もう残り少ない HP をね、あげますから、ヒットポイント、本当に。 ね、やっぱり無音のまま無観客でやるよりかはやっぱ観客がいて、うん、みんな見られながら、ね、やっぱいいプレーしたい、ね、勝ちたいし、ね、やっぱりぶざまな姿を見せたくないっていうのはやっぱりこの心理じゃないですかスポーツをする人の心理だと思いますので、ね、やっぱそれはすごい1人でも本当に僕が逆にもう熱いものが込み上げて、うん、いもうこいつ絶対すごいやつになると思って逆にその男子サッカー部ね、うん のの時に、こいつの応援行っほんと<ー>にねえ、はい、それぐらい感動する、まあ、すごいサポーターこういう子がたくさん育ったらなと思います地域でまずどうして一人で応援しようと思ったのかっていうの、ねうん、そ,そこからちょっとじゃあ、うん、ヒーローインタビューしようかな聞いてみてねこの子にねあの時の心境いかがでしたかと、うん、ねえ確かにもしかしたらねほんとに彼女がサッカーしててお なるほど彼女のチームっていうこともありつつやっぱりねみんなの勇姿をねずっとも,もっともっと、ね、見ておきたいっていうのがあって。うんね しししたかもしれないし純粋にもしかしたら前原高校のサッカー部が好きだったかもしれないしねえ、まあ、何,何にせよこういう子が本当に1人でも2人でも育ってくれたら大きな力になるんじゃないかなと思いますそ,うそうなんだよゲームばっかりしてるんじゃねえよ <laughs> バカ野郎ってねえ <laughs> <laughs> 皆さんゲーム消して <laughs> <laughs> いいよゲームしててもいいんだけどねやっぱり、ね、メリーハリーというのねあね、うん、何でもそうなんですよ、ね、メリーさんとねダーティーハリーさんダ、ね、<laughs> <laughs> リーさん <laughs> そういったのがもうね線引きができれば何やっても僕はいい遊ぶのは遊ぶでいいしメリハリがつければそんなね応援やっ今応援してる人とか応援してることとかなんかあります今現在応援してるっていえばやっぱ自分の気持ちを奮い立たすっていう意味で自分自身を応援しようかなっていう。なるほどっていうのもやっぱ志っていうのは自分で決めるものじゃないですか。 志持ったそのところままでしか行けませんよねもっと実際高いところの志が持ちたいわけですよ。あ確かに本当としては。だけど低く設定するのは、うん、とっても簡単じゃないですか。うん、そこにね行くのは簡単な低く設定してそこに落ちるのは簡単なんですけど設定したところをもう少しそのワンランク上に行けるような形で、うん、なんで行けねえんだっていう知った激励を自分自身に課してるところであります。素晴らしい、ねう でもねヤンピーがそうやってねその目標達成できるっていうのは本当にそうやって一、まあ、人ではまず難しいところだとやっぱあると思うんですよねやっぱり理想とかそういうね高いところにあるので、うん、ヤンピーの理想がそんな、ね、低いじゃなくて高いところあるので、うん、いやそれを乗り越えるためにやっぱり周りの、ね、このなんだ先ほど言ったねサポートとか知った激励とか何だろうこれあいつには負けらんねえみたいなそういう。そう 一、ね、人では超えられない限界を超えれるじゃない、うんうん、そうですね,、うん、ねその人のために動いた時一、うん、人だったらねああしたやろうって思うことを、うん、いやあいつのためだから今日やっちゃおうかなみたいな感じで、うん、まあ行くねそこの場所に行くのは、うん、連れて行ってもらうのはできますけど足を踏み入れるかどうかっていうのは家の中にね,ね部屋の中に足を踏み入れるかどうかっていうのはもう自分自身の裁量ですので、ね、その辺はねだか自分自身であと一歩勇気を持って足を踏み入れる ことができるようにね、やっぱり人から応援される前に自分に自 <そう S 2> んてできた男だだからねあの高校に入学した新ね高校生の今からね入学する皆さん中学校高校ね小学校に入学する皆さん勇気を持って好きな人にはアタックしてください。 なんでよ <laughs> なんでよ <laughs> するするアタックするもうアタックどこかレシーブもトスもするいやでも本当に高校の時はね、うん、やっぱり本当にとってもその時が一番、うん、もうなんていうのかな、うん、一番きらびやかな青春まっただ中,中だと思いますので、うん、後悔ないような好きな人には好きっていうね言える気持ちを持てればねもう今から社会人になったとしてもイエスマンだけではとどまらずノーと言える日本人 ると思いますかっちょいいななんか今日何年山ピ今サムライになってます気持ちはさあいよいよ9回ねえ表表どうなったのかなもう終わって裏で攻撃につなげてる頃じゃないかな今そうですよね頑張れ日本はいねえ侍ジャパン侍ジャパンさあまあ我々のこの楽しいお時間1次元目ははい侍ジャパンの話持ちきりになりましたあ一1次元目 勝手に割り振りあっったけ続きまして次のカテゴリーではカテゴリーカテゴリー言っちゃった2元目じゃないんだけど春夏秋冬はい次のですねなんで春夏秋冬どんどんねシーズンが分かれていっておりますが侍ジャパンも熱いですが日本を賑わしているサッカー界も うんね、日本代表もまた今月試合ありまして。これは最終予選だよね。あれちょっと確認しとく。多分最終予選ですよ、ね。だよね。入ってたと思う。ただね、離脱した方がいらっしゃいますよね。<は>ああ、のね、キャプテンがね。アキーラ。アキーラじゃないじゃないじゃないか。<laughs> <laughs> やっぱね、日本代表侍ブルーのキャプテン。うん、何でしたっけ名前 えー、長谷部さん、長谷部巻くと、うん、あの方がちょっと離脱したのでちょっと言いたいかな、まあ、その気持ちを、ね、サポーターの皆さんが力強く応援でカバーしてくれると思いますので、うん、ぜひワールドカップに出場して、ね、もう今までよりかいい成績、いい表彰台に登れるように頑張ってほしいと思います。任せろ <laughs> ではここで1曲 1>、はい、お届けしたいと思います。にねもう気持ちが上がるような曲を上げるばお願いしますよ。任せんかい,い,いよしじゃあこれやっぱりこれが一番いいかな。えーそうだね。んんんやっぱり雪でいっておきます,きますいきます。はい。オッケーこれだ。これしかない。では皆さんもお聴きください。こちら雪の曲です。ん待ってよヤンピい。 あと50分かかるって時間やっぱりゆきさんはね、<laughs> 順備に時間がかかって、やっぱりね、やっぱりもどかしい気持ちにみんなをさせるというので、有名ですので、いつ出てくるんだ、いつ歌ってくれるんだ。あー、なんで、なん <laughs> で知ってるんだ、ええ。なんで知ってるんだ。<laughs> さあ、そんなごたことはいいので、もう聴いてもらいましょう、ゆきさんで。坂道のメロディー、どうぞ。 お伝えしましたのは、雪で坂道のメロディーでした。この放送はうるま市から沖縄全域綺麗をお届けいたします。テ照屋理想管理の提供でお送りしております。 さあ、FM ウルマスタジオで生放送でお届けしています。はいはい、明けますば。はい。学生はもう春休み入ってんの？いや、二十四日今週の金曜日からだと思います。あ、まだまだこんなに遅かった。うん、ね、なんかもう休んでるような雰囲気、うん。あ、中学校はもう入ってんじゃない？入ってます。入ってどうだろう。あ、まだだよヤンピ。小学校まだだもん。あ,あ。 それで4月9日ぐらいから始まるのかなそうそうそう,そう4月のあれが遅いんじゃないほら入学式とかいろいろあるからねああ<ー>もうだいぶ忘れちゃったねわか,からんもん入学したことないもん、ね、そうだね <laughs> 君は何にも入学したことがない入学したことないほんとに僕も卒業したことがない もう満年ね、留年留年とか、本当言い加減に卒業しろよって言われてももう未だに AKB のメンバーですって言ってますからね。秋田先輩。そんな AKB なんですけど。はいはいはい。どうした？総選挙ね、第何？いつのシングルかな？次のシングルの総選挙が沖縄県であるみたいな。ええええ。そうなの？そう。これやっぱ僕のためにだね。わざわざもありがとう。 だからサッシーが沖縄に来て3連覇になるかっつって、うん、あサッシー2連覇したのサッシーあきら先輩本当にもう炎上しますよ<ー>ツイッターしてますえー、どうですかね <laughs> どうでしょうこれはツイッターしてないな<ー> <laughs> ついついキャスキャスしてるんですが沖縄で総選挙があるということではい、はい、まあね沖縄もここまで来たかと、はい、総選挙をするまでにまあ沖縄もね一つの 場所として見られて今嬉しいね。ね本ほんとに今まではね、テレビだけの中の世界だと思ってたのに、ほんとにいいよ素晴らしいよ。いいですよね。うん、やっぱ皆さんが沖縄に来たいっていう気持ちがね、確かにもう伝わってきますよ、ほんとに。ね<え>いつだったかな<あ>この選挙自体。自分自身があんまり興味がないんでわからないんですけど。<お>やばいー日本対アメリカあ<お>来ました終了 2>, 2対1で 1> あ<ー>アメリカの勝ちなんつーことだしゃあないねしゃあない楽しかった感動ありがとう侍ジャパンじゃあ気持ちを切り替えてえ日本代表ね3月24日あの UAE 対日本ワールドカップ最終予選がございますので、はい、皆さんこちらをご覧ください、うん、気持ち切り替えていこう気持ち切り替えよう、うん、今度はサッカーを援。え、うん 3月24日今週の金曜日そろそろさ今週やばいこれはワールドカップそうですよ最終予選そうですよ負けてもいいダメ一回負けられないダメ負けちゃダメ負けたらもう次いけないあの自力がなくなっちゃう本戦にいけないってことですか自力であの他のチームの得失点差とかによる加藤でしょこんな時こそやっぱり 一郎もね息吹き返しましたよね、うん、前二大会前のねこの決勝戦では息を吹き返して決勝で放ちましたからそこなんですホンダもねね今活躍が薄れている中ホンダさんのやっぱあのねクリティックでやっぱり決勝ゴール演出してほしいと思います,そうな,んですなんだかんだでもやっぱりホンダ圭介さんなんです、うん、本当にそこなんです、うん、皆さんね なんでが呼ばれた今ノ自体もびっくりしてましたけどンちゃんねガンバ大阪キャンプ来てる時に見たんだけどほんと男前よあ本ほんとですか身長そんな高くないのでも僕が言うのもなんですが僕と同じく、細くてねやっぱ引き締まってそれだけバンバンずっと走るから長友さん系ですかなんかいや長友さんの方が がっちりしてる。<ー>そうそうそう。こんちゃんね。意外と細かった。あの。今。あのね、テレビ界とサッカー界にぎわしてる牧野選手。浦和レッズのね、はいえー。選手ですが。うん、もう。細かった。あ、本当ですか。うん、身長が高いから。ですか、ね、高いからなんですかね。絶対がっちりしてると思いますよ。首も太いしあの人。でしょ、うん、だから、今度だから、意外とそのテレビで見るよりも。引き締まってる。うん 選手すすごいいなと思います、うん、その,選手の、ね、戦うのを皆さんまた先ほどの話題でも出ました応援ね、はい、サポートしていただけたら日本代表選手のパフォーマンスもテレビ放映ありますよねテレビ放映あったと思いますないと応援できないんだけどそうなんですよあのー、ぜひ、えー、皆さんなるべくはこの侍ジャパンみたいに朝じゃなくて、うん 今日の朝じゃななくて夕方7時8時時8 8ぐぐらいか8時ぐらいいかだ初、ね、めてほしいの金曜日なんで花の金曜日にサッカーを応援するというそれで勝利をももたたらしたらししととっても楽しいと思い思ますよね、うん、やっぱり次のワールドカップに向けて、まあ、そ,れもそれでも応援できますから、うん、やっぱりこのスポーツバーはもう大にぎわいということでね、うん、いろんなカクテルが大盤振る舞いされるんじゃないかな。 おううん、ワールドカップにちなんだカクテルもねね出てやどこに見に見行く <laughs> うるま市はねスポーツバーって歌ってはないですか、うん、じゃあバーが、まあ、23店舗ぐらいございまして、うん、まあそこでも試合を流したりしてるんですけど,、ねどまあ、居酒屋とかでもテレビありますからねそうなんです、うん、何かそく我々のねスポ、えー、ンサーたるはいちゃうちゃうさんおう ちゃうちゃうさん、ちゃうちゃう。テレビあります？あります。大画面で。なるほど。いつもねサッカーをあの流してくれるんですよ。うんそこで、えー、放送を見たり、うんえー、聞いたりしてますがこれの時にさ、うん、このサッカーとか野球日本代表応援合コンみたいなあレビのにね、集 <laughs> まりね。お集まり。いいんじゃない？ね。 出会いを求めてるだってそう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 こっち来たら早いよねかんぱってつむでくるじゃんねーみ相席どころかねチーム席みたいな感じでねそうねここにあ来たらもう終えるかもそうそうこっちで終えるこっちで終えるして俺いってもるけどなだって見るものは一緒だからね別に喋そんなに会話が弾まなかったら画面ばっかり見てたりさそうそう今のオフサイだねみたいなうまいうまいお前レッドカード退場みたいな感じで 男の子は退場ありって書いとこうね。書いときましょう。ね。あの、勝手に電話号聞いたよね。今オフサイトだよ。つって。あら、いいね。いいと思いますよ。この企画、以上。何、今からじゃ、日本代表戦四回ぐらいあるけど。ね。本当僕だったら、やりますね。あら。この、代表戦。観戦合コンみたいな。女性は。女性。やっぱ、みんなで燃え上がってる時が。 いいかもしれないす女性は2000円で飲み放題男性は3500円勝手に決めんな勝手に決めんなって言われますよお店からねそうだね我々がねお店持ってたらなしねそうだねまあそういうの企画あったらいいよね楽しいパラグア持つパラグアオリオンビールとフランクフルト当時のパラにでっかいもう100チテレビ画面くっつけて 移動パラシしーかいいんじゃないですか、もう携帯とかビデオカメラでもすぐなんかプロジェクター繋げられるじゃないですか白い布を張っていいんじゃないですかワオあんまり、よちょっと騒ぐなって怒られそうだけどねブブゼーラーブブゼーラーパーッつってパーッつってでもやっぱりこういったこのストレス発生の場がないとやっぱりこの悪いね 流れが出てきて事件が起きますからそっか訳わからん事件がだねやっぱり虐待だったりもふざけたようなちょっと毒素を抜かないとねうんデトックスさせてあげましょうデトックスですせてれわれその言葉今ずっと考えてたずっと考えてたなだからデトックスねデトックスねあで解毒をねさせていただいてみんなのやっぱり顔からね邪気を取り除くんですよ ジャッキーやっぱり本当ね,ねダメですよ、そんなやっぱ笑顔は笑顔で、ねうん、もう春もね、らもは咲いていいシーズンになってきてますから。あ,あブロッサム、ェ <laughs> チェリーブロッサム、ハオ <laughs> <How? S 2> あのね、本当に分かるだけの英語を並べられて,ってるから、もう本当リスナーの皆さんにもとっても体が張りますから。<laughs> ああハッピー <laughs> ハッピーもう,こう単語単語っていうのがね、えー、すぐバレますね <laughs> 接続詞がないという <laughs> ね、うん、単語オンリーでございますそうもう皆さんそんな私の心はロンリーオンリーでございますあらうま <laughs> <laughs> くない <laughs> <laughs> おっ今スーパーマンが通っていって <laughs> ギャラリーにはスーパーマンがいらっしゃいます、ね、<laughs> あ走ってましたね <laughs> <な> <laughs> あの胸にねスーパーマンの S, S, いてました <S, S ってあのシンボルマークがありましたがあ,、うんあ,ね、あれは実はさえないさんの S だよっていうドラマをやってたんですがサラリーマンそんなことないそんなことない<ー>、ね、我々はねみんなのスーパーマンになりたいんでさえないさんなんて言ってる場合じゃありませんじゃあそんなわけでございますがまあ、まあ、先ほどもおっしゃいました皆さん WBC ね w ワールドベースボールクラシックもうまた言うもう本当にもう心が折れるけどまあいいかまあいいです頑張ったから頑張りました今回のまあなんていうんです戦績ではないですが今回の結果はベスト4だねベストたお疲れ様でしたさあここからサッカーに切り替えて皆さん3月24日ね 試合どことでしたっけ UAE、アラブ首長国連邦、はいシュックときめっちゃ強いんですよ、ここ本で。ちょっとね、日本、小ばかにされてるイメージがあるので、この国に対して、なんかすごい左ひじ矢がいるんですよ、そいつがさ、なんか、なめくさって鼻につくから、プレー、うまいんですよ、本当に。 だから、けなしてるわけじゃないですよ、上手いので上手いねこいつだけしてやられたくないなって思いが強いので皆さんぜひその応援を、皆さん熱をお借りしたいと思いますので皆さん、3月24日はチャウチャウに集合チャウチャウに集合はい、ぜひチャウチャウではっきり飲みますからいますよウェイターとして本当にやるいないでしょいるかなはや、こんにちはわっしょーそうなんです、あのね、ウェイターというかウェイトレスと言いますのでね 女ウェイトレスしてますウェイトレスあ、うん、こいつがアッキーラかっていうのはねミニでもいいんで、ね、もしかしたら会えるかもしれないしね、うん、ごめんなさい飲んだくれてたらごめんなさい飲んでるんかよ仕事せずにねこう応援ばっかりしてまあでもねこの地方からの応援が都心部に行って会場に行って選手の皆さんに伝わりますのでねえホントにそう、e、を撃破して ワールドカップ、さらなる高みを目指して、目指せ、優勝ですよ、本当にワールドカップで優勝、女子に先越されたんで、男子も本当、頑張ってほしいそうです、そんぐらいジャパンだって優勝してますからね、サッカーだけですよ、でしょもう本当に苦言を呈すようですけれども、だから本当に不可能ではないんです、絶対頑張って、決勝、もう決勝まで進んだら勝つしかないよね、とりあえず決勝目指してほしい、目指してほしい、ベスト4とか、ベスト8とか。 まあいいんですけど、うん、やるなら決勝目指して戦うし、うんそ,うね、そのための人生とか、ね、人選んでそうですよもう日本代表は侍、ね、しっかり忍者ですから忍び、ね、<う>忍んで耐えて、ね、やっぱ努力祭ゴールでもいいじゃないですかいいいじゃないですか、はい、もちろんねあの見せるプレーも必要だと思いますけれども、うんま、そういったのは、ね、スーパープレイヤーたちに任せて,任せて、うん、やっぱ勝ちを。 ね、目標にだって今、世界で戦えてますからね、みんなですよドイツ、うん、そしてプレミアリーグのね、えー、イングランド、はい、もう各本当にそうそうたるメンバーが、スペインにも行ってますからね、うん、もうサッカー国に日本人が何人いるかってう,そう昔では考えられない、うん、そういう人たちが、そしてまだ日本国内でもね、はい、そういう人たち負けずに頑張ってる、負けず劣らずと頑張ってる選手がたくさんいますので。うん もう皆さん力合わせて決勝の舞台目指してほしいと思います。決勝決またしかも寝ないって決めますもん、僕。決めないうん。もう決勝だったら多分国民全員寝ないんじゃないか。ね。やっぱり初の決勝ですからね。見たいよね、やっぱり。見たいじゃないですか。見たい見たい。その勇姿をね、目に焼き付けて。本当にだからその勇姿を今の子たちをどんどん育てて本当に育つ環境はたくさんできてますので、本当人間育成ね。 秋田先輩、うんうん、もう沖縄県のサッカーをどうにかしてくださいよ小学校強いじゃないですか中学校も強いから、ね、高校ぐらいからだんだん,なんか全国にもう踊ってくう、ね、ような気がしてもならならいんですよねやっぱいい選手はどっちかというとその本土のほうに引っ張られてしまいますので、うん、なるほどだからそこら辺を流出を防ぐわけではないですが、うん、沖縄県でもこれだけやれるぞっていうところをやっぱり見せないといけないですそ,<う>そこはやっぱり指導者じゃないですかそうなんです ああ、指導者育成ね、もう少しやっぱり皆さんのね、このお子さんたちが伸びるためにも、いい指導者を作って、いいこのトレーニングっていうんですか、無駄なこの過度なトレーニングをさせずに、故障が一番もう厄介ですから、まあね、それ以外にもね、選手はいいんです、本当に選手は素晴らしいんですよ。やってやって、ね、しかし教える側の人間、指導者のが、はい もうなんか指導者の変なプラやとかなんか知らないけど、うん、その指導者同士が本当はガッと一つにならないといけないのに、うん、俺の指導がとかいや俺はこうだからとか、うん、うこんなのが多すぎる、うん、沖縄はリスペクトがないだめだね、うん、ダメまず指導者意識を変えるっていうのと、うん、この親だね山ーよくぞ言ってくれました僕が言う前に。いい もうね親がねシャリシャリシャリ出るからシャリ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 出しゃばり出しゃばりいいのもうダメだな本当にあのね一度子供を預けるとかねその監督さんコーチに預けたのであればもう任せるしかない口かしすんなと唇そぎ落とすとそううにお前はコーチかそうそうなんですよお前がやるわけじゃないんだからできもしないことは口を出さずにできる人に任せてやる側に任せるという。 本当に思うんですよもう沖縄の父母、うん、多いその父母から勉強して指導者になるっていう方ももちろん多いですが、うん、だからそこで俺は指導者になったぞ感がすごいんですよなるほど昔からやってたわけじゃない、まあ、昔からやってる人が偉いわけでもないですが頑張った人も偉いんですがだけど、うん、そこでラインを引くのは違うと思うんですよ、はい 今昔からやってる方そして今から勉強してやった方が手を取り合ってじゃあこういうとこういう形もあるよねってお互いいいところ出し合ってじゃあこうやっていきましょうっていう意見をコミュニケーションを取るのがスポーツなのでそのコミュニケーションなしでもうんかあれはこんな期間からいいよとか割っただけでやろう割った島でやろうっていうこの島根性がダメダメダメ。もう最低最低。 聞いてるこのリスナーのさんの中にもいるかもしれない俺じゃないよかったと思ってるそこのあなたあなただよね打ち与えしてない人もやっぱり気づいてないだけでねうん。本当にそのコミュニケーションをしっかりコミュニケーション取ってますかなんですか選手を求めてるのはあなたですよ奥さんたちのそうなんですだから選手は本当にもったいねだからもっと良くしていくためには 大人の,この教える立場の方は指導者が常に指導者として、ねうん、指導とは何,何ぞよと、うん、疑問を持ちながら僕も今こう喋りながらも本当に常に疑問、ね、自問自答しながらじゃあもう指導したことない僕が一つ言っていいですか、MP、指導者の皆さん、うん、あなたたちのチームじゃありませんよーチームはお子さんたちのチームですから、ね、あなたが一番トップではないない、うん そしてその,そ,うその指導者の、ね、お隣にガミガミ怒る雷親父天眼がいますので、うん、皆さん、ね、指,導指導者として怒れない、ね、注意できない時は、うん、私を呼んでください、はい、ガシガシ、うん、言ってやります、ね、ですよそういったところから、ね、やっぱスポーツをして心、えー、育成して、うんえー、立派な社会人になってほしいなと、うん、本当に思うんですよ、ね モモーールルといいいうかろんななあるじゃ各市町村にでっかいモール店の集合体のところやっぱりその接客業として人前でのサービスはやっぱまあ最低限なのでいいとは思うのですがその裏やっぱりその従業員同士例えば一つの例えばですよモスバーガーがあってお隣にはマックがあってって同じモールでつながってるとするじゃないですか。 表向きはねみんなニコニコニコしてる裏になった瞬間に、うん、そこの店のあれが出るんですよ見えない部分で差が出るんですよ<ー>例えばゴミ一つの片付け方とか、うん、あんたそこで働いてる間はそこの看板をしょってるんだから、はい、しっかりとそうね何もレジを打つカウンターだけニコニコしてる場合じゃないよっ、うん、そこから離れても、うん 高速時間でそこで働いてるっていプライドを持つ時間っていうのはあるからしっかりしなさいよって僕は常に言いたいですそうだね,ねいきなりねレジから離れて裏でタバコパーみたいな、うん、見てる人は見てますからねそうそこなんですよいいことはそこまで広まらないけど悪いことはすぐ広まりますから、ね、それね,ねすごい広まる、ね、でもそういったのはもう自分自身で身をもってした方がいいと思います、ね 今言ったのは当にタバコ吸ってるのが悪いんじゃないんですよ吸い,いい吸い方に問題があると、うん、おおまた広げて吸わぺっぺ吐きながら、うん、それでうんこ座りしながらね、うん、らそういうのがいけないんですっていうのはもっとモラル的な人間的なとこのを育てていくために、はい、しっかりスポーツマンシップとかねこういったスポーツでお互いのコミュニケーションで学んで、うんうん 学校も学校もそうじゃないですか、うん、学校行かなくても勉強は確かにできますよ塾行けば行けばだけど人と人のコミュニケーションを育てる場が学校なんですよ素晴らしいですねーーむむ <laughs> だからやっぱりこの昔の人間たちと比べてしまいがちですけれども、はい、僕たち親の世代だあったり、はい、その上の世代の人たちは付き合いが上手でございます、はい、付き合いもう本当トモアイという、えー、もう素晴らしいねコミュニケーションの場 これ今ほら、どんどんなくなってきてるさそうなんです若ければ若いほどなくなってるね、お前何集まる必要あるのいらないんじゃないみたいないやお前がめんどくさいだけだろみたいなそうね今ねラッパーいましたよラッパーがね上達なラッパーがいましたけどもね本当にそうだと思いますめんどくさいだけなんですよ人とのコミュニケーションを図りたくない人のことはどうでもいいので今の人たちからしたらまあ僕たちも今の世代に入ってるかもしれませんけれども やっぱそういったのをね。あのー、改善していかないと、うんうん、人間少なくなっていきます。だって、人と人が織りなす。コミュニティになっているのが、この社会なので。で、うん、そ,そっから出るわけにはいかないんですよ、うん、ね。出るなら無人島に行ってくれてるね。 そうだね,ねえべちゃぶじんとあしたから僕たち行こうかう、ね、行く取ったの <laughs> 持っていくならバタフライナイフ <laughs> 何持っていこうかな10択ナイフでも持っていきます <laughs> 缶詰 <laughs> 缶切りはないやつ <laughs> そう,そうね。<前>まあでもそれが今のね世の中なんでもうこの波に逆らうことはできないかもしれないけれども<う>や,やっぱりねこれ大海原に向かってねもう一矢報いたい気持ちでねやっぱりここにねうそうですよ を振りかざして進んんででいきたすよ我々はバッサバッサと昔の人間としてはそしてその背中を今の子たちが見てしっかりま似するついてくるじゃないですが何か人生の糧にしていただけたらなと思うすこういう生き方もあるんだなっていうねだからね本当にもう皆さんぜひねこのコミュニケーションを大切にということでコミュニケーションの場チャウチャウへ集まってください3月24日はチャウチャウにて日本代表日本代表 最終予選。はい、ワールドカップ最終予選か。UAE とありますのでね、はい、時間はね、はい、まあそれぞれインターネットがグル <laughs> <laughs> ープでございますすごサッカー見るために来るじゃないよ晴レの金曜日だから <laughs> 仕事終わったら仕事終わったらとりあえずビール飲みにね,ねビールはその時のあんまりごわのミに来ながら応援するストね HY さんとか来ないかなサッカーやってたけどね多分 HY さんのメンバーはなんかライブの合間にボール蹴ってる映像とか見たことあるわけあそうなんですかそう多分ね出身もほら世那城あたりだから世那城省といえばもう名門です名門ねはいあのストライプのね玉井監督レジェンドレジェンドが今ヒールと黒のストライプのユニフォームでしたからそのレジェンドがね教えてるサッカーチームですのでえ 何の話だそうそうサッカーね。集まんならぜひ皆さんチャウチャウにね。来てみてはいかがかなと思います。そんなチャウチャウどこにあるんですかえー、こちらね、串し川市メインシティのお隣のお隣のお隣。ケー分かったからみんな。それでね、分かったと思います。串カツやチャウチャウでございます。そう串カツ活、場チャウチャウ。そのね、やっぱ串カツカツという意味で。はい。今日のみんな 串カツ食べてた勝ったんじゃないギジャビアンキャさんやっぱ上手いこと言うな絶対勝ったやっぱりね三月二十四日負けられない戦いがありますのでねやっぱりこの串カツちゃんちゃうちゃうにてね。皆さんでカツを食べてね。試合も勝つということで皆さんぜひ応援よろしくお願いしますいや楽しみになってきたな今度は海上に負けたくないからな前は負けた前はね負けたしかもヨーバや1点差で負けた逆転負け でもっていい俺はもう応援ただサポーターの立場だからいっていい、うん、いいよだって応援してんだもんやめ、うん、だからどんどん行った方がいいだからもうなんていう気迫のない選手に勝つ入れないといけないねもうすぐ俺すぐ言う香川交代ってあただね、うん、この勝つ入れたりやじ飛ばしたりまあある程度のことはいいと思うんですけど前ね、あのー、キングカズにあったようにね 卵かけたりとかああいったのはね人としてのモアロが足りないね何度も言います沖縄の人はねヤシをヤシの木をヤシの木とヤギとヤギとね飛ばすというかもう食べ散らかすいいねヤジを飛ばすんじゃなくてねヤジとねヤシの実をかけてヤシを食い散らかすその方がいいと思いますねだってこの第一線で頑張ってる日本代表の人たちも人生をかけて自分たちの生活をかけてやってるわけですから 別にね、力を抜いてやってるわけではないので卵を投げるとか水かけるっていうのはもう人としてありえない話ですので、ねうん、誰も負けに行く人ってまずいないから、ね、いない、ね、絶対ね、うん、そこなんですよ、ね、ヤンピは本当にいいこと言った、はい、じゃあそんなね、また来週もね、ぜひこのサッカー熱いサッカートーク、はい、織り交ぜていきたいんですが、うん、来週はなサッカーでなくフットサルフットサルそう、なぜフットサルかと言いますと皆さん、はい、来週このお時間 29日水曜日ですね、はい、なんと、長野県で最も愛され、うんはい、最も憎まれた、素敵きな選手、戸橋宏行選手とですね、対談を、えー、ネット環境を通じて、対談をしていきたいと思いますので、ね、うん、ぜひこの時間、お楽しみにしてください。いもうねょっ端の冒頭からね、ヤンピー、つなげますので、はい、ついついキャスキャスでつな,がるつなげる予定です。なるほどだから画面でも見れるし、うん えーまあ、こちらラジオの方でもね、うん、え声が声を聞けるようにじゃあ別に事前収録をするわけではなくて,なくてそんなだって今土橋さん長野県にいらっしゃいますものそっか呼 <laughs> <laughs> んじゃういやあのこのなんていうのかついついキャスキャスでなんかじできるのかなと思ったんですけど、うん、いやできるよ、ね、可能性は無限大でございますよまあどういう形であれ土橋さんがね、うん、我々の番組に 出演っていうことですので3月29日、はい、来週の水曜日はね1時から青いサンゴ礁エピソード3はよチェックということで皆さん番組のこのチャンネルを合わせてラジオの前でお聴きくださいねうんうん本当に楽しみでございますさあでこちはこちらちょっとお時間がございますね、はい、私交通安全アドバイスとしてですね、えー、こちらお知らせして,していきたいと思いますよろしいでしょうかう<い>えっとですねドリドリ はい、私交通安全アドバイザーの天に願うわけです天眼ことあきらがお伝えいたします、はい、ドライバーの皆様シートベルトが安全運転の第一歩です気をつけようイライラ運転あなたのゆとり運転が事故を防ぎます以上交通安全アドバイザーの天眼でしたあす、はい、そして、えー、先ほどもお話に出ました土橋宏行氏というとことでね、はい、なんと出身が山梨県、うん、なんとあの 中田秀さんと、ねえー、一緒の山梨県でございます。韮、うんはい、崎、えーまあ、甲府ね、うん、山梨県甲府市の出身ということで、もっともバンフォーレ甲府に在籍しておりました。うん、J リーガーですね。J リーガーでございます。はい、そしてそこからですね、なんと、あのー、長野、うん、お隣の長野県に移動、まあ、移りまして、はい、なぜ移ったかと言いますと、そこにね、えー、まだ。 なんだろうな地域リーグとして活動していた、うんえー、松本山賀というこれも聞いたことあるね,ね、はい、今では J1J2 まで上がっております、はい、この松本山賀の方ですね在籍しまして、うん、ここでも,もう大活躍でございます、うん、でその地域のリーグ,をリーグから J3 まで引き上げまして、はい、で、えー、そのこう まあ実績と言いますかね、うん、功績が今度はまたその同じ長野県の長野パルセーロという、うん、またそこもね地域リーグからなんですけど、はい、そこのチームの力をぜひ貸してくれということで、うん、なんと対立する、はい、松本氏からお<ー>長野、えー、パルセーロの方に移りまして、うんはい、本当にねなんか長野県民として真っ二つ割れるわけなんですよ。はい、やれ長野パルセーロ、はい れこちら松本山賀、はい、沖縄県でいうとね、うんえー、まだ沖縄県に2つチームあまた、あ、とえっていうならもうほに今でいうなら、まあえー、女子サッカーで言えば琉球デイゴス、はい、女子チームね、うん、そしてビッグサーレ、うんねえー、ナビータっていうね、うん、うトップの2チームに分かれるぐらいどっちも沖縄のチームで、うん、どっちも。 実績があっってて九州リーグ入ってますのでそこを渡り歩いたようなそうなんですやっぱりね双方からしてみれば裏切り者ですからね、うん、という形が映るわけですが、はい、がしかしどちらもこの方がいなかったらその地位までは来てないですよというはいにすごい方なんですそして今その土橋さん、うん、ねええーまあ、名称と言いますかね相性、うん、ドッティと呼ばれてました、はい、山梨の王子ね、はいはい ね、イタリアではドッティから来てますよ、ドッティと呼ばれてます、あそのドッティさんが今回、はい、なんと、なんていうんですーマ、AC 長野パルセイロというチームから、えー、アンバサダーだったんですけど、そこを、えー、契約を終了いたしまして、新たな道を行くということで、すね、はい、今回、フットサルリーグ、フットサル界の方に暑いですよ、フットサル最近、ついに。うん、沖縄県も暑いいいですからはい、はい ついにですね、そちらの方に足を踏み入れまして、サッカーのみならず、はい、フットサルの方にも、ついにお力を貸してくれるということで、ーこれはフットサル界もちょっとにぎわい方が半端じゃなくなってくるんです、山 PR、おやりありがとういます。本当にそう,いうそういうところなんです。うん本当にそうなんです。サッカーはもちろんですが、今回フットサル界の方に大きなまた功績を、僕は絶対何かやってくれると思って。うん 今後の活躍を楽しみにしてるんですがそれをね、はい、あのー、あ<し>ドッティとアキラ先輩が架け橋となって、ね、アッキーラが架けてくれた橋をドッティが沖縄県に渡ってきてくれて沖縄のフットサル人口も増加ということで、ね、スポーツ大使アッキーラ任命ありがとうございますあいいねなんかスポーツ大使そばスポーツ大使ないのかなはいスポーツ大使アキラ任命します ありがとうございますもういろんな本当僕ねでは何もできませんが僕の周りの方たちはほにあのもうな名だたる方ばっかりがいらっしゃいます、うん、僕は何をしてるんだっていつももうふとふっとしながら <laughs> ふとふっとしながら思ってるんですがねえそんな皆さんの架け橋になれたらなと思、はい、っておる所存でございますが皆さんこの時間が来てまいりました。 やってまいりましたエンティックー いやー、あっという間の5時間ありがとうございますありがとうございます !1 時間ですよ <laughs> ねーよあと1時間ぐらいはもう少し喋りたい気もしますね、やっぱりね何度も言うようですけれども1時間っていうのは55分ね、あっという間なのでね朝55分だねはいだってさ山ヤーさんはい あっという間だよね, <laughs> ねだってというよりもそうだってというよりもドッティ <laughs> 来週はドッティだよそう、うん、皆さん来週はね我々だけではなくてドッティがね土橋さんが参加してくれてフットさんの魅力ね,ね伝えていただけると思いますので、ね、ぜひ聞いてね我々もこの体質改善という意味でもフットサルを初めて沖縄県のねマイナスチームマイナス 1kg、ね、<う>減らす運動に参加して。 それをふっとしたので、進めていこうかと思っておりますのでそれを、アッキーラ大使に任命したいと思いますマイナス1キロ大使と呼んでくれスポーツ大使はなんか名前がね、あかっこよすぎるので私にはもったいないので、それにアマピーに預けといて私はマイナス1キロ芸人としましたなるほど芸人ぜひ、あの進めていく所存でございます、皆さんいいかないいですよもう来週も皆さんじゃ楽しみにね。 やっていきたいと思いい、はい、きたと思ますははい、それではね今日も元気にお伝えしましたのは私天に願うとかけまして天眼ことアッキーラとワイルド,アンドセイクスイヤマピーのエピソード 3, ード3それでは皆さんまた来週元気にお会いしたいと思います待ってよ最後、はい、ツイキャストがこんなに来てると思う方ごめんなさいせーのペイーペイー, <laughs> ペイー